こんにちは、コーチの小畑です。今回はちょっとプロテニスプレーヤーで現役で活動されている小村拓哉プロと練習していただくことになりましたので動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日は小村プロ、今ちょっと怪我で試合の方ちょっと減ってるみたいなんですけど、今試合に向けて練習中だということなので、お話も聞きながら、今回はストローク編ですね。ストロークの方を流していきたいと思います。ちなみにプロフィールとかって聞いても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。1993年生まれで、今25歳、今年26歳になる年なんですけども、一応戦績の方が、インターハイが、シングルスベスト4ということと、ダブルスは、聞かないということで聞いちゃダメです、はい、なんですけども、で大学の方が、インカレが、ベスト16で、あとはランキングでいうと、まあ、全日本大学生、学生のランキングが最高8位、関東で6位のが、分かりやすい順位かなと、思います。ありがとうございます。で、ちなみに今ちょっと大会を控えているというか練習中ということだったので、今何の大会が一番近いか教えていただいてもよろしいですか？はい、来月7月に、国民体育大会、まあ、国体ですねと言われる、はい、試合が、九州の予選がまずあるんですけれども、うん、そこで勝ち抜くと茨城で、今年開催される、国体に参加できるんですけれども、今その7月の、試合に向けて、今調整中です。あ、なるほど。今どこの代表で国体出るんですか？宮崎県です。あ、宮崎県、はい、いいっす、九州いいと思います。なんか、それで今練習中ということなんですけど、なんで今回はフォアハンドなんですけど、ちょっとフォアハンドのポイントを聞きながらちょっと動画に撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ではちょっとフォアハンドの方、フォアハンドじゃなくてストロークですね、ストロークの方に動画を撮っていきたいと思うんですけど、はい、で意識されているポイントとかって聞いても大丈夫ですか？はい、まあ、まずやっぱり大事なのが体を、まあ、うまく使うっていうことなんですけれども、そのためにやっぱ足のスタンス、例えばまあレディーポジションと言われるこのポジションをやっぱり打った後に素早く作って、体がこう伸び上がったりとかバランスを崩したりしないようにする、まあ、下半身への意識っていうのがまあ一つ、あとはやっぱりそれに上半身、もちろんスイングっていうのがついてくるので、そのスイングをいかに連動させるか、タイミングをうまく合わせていくかということになるっていうのと、あとは、まあ、さっきのスタンスに近いんですけども、頭っていうのがこのスタンスよりも外に出ないような意識、これも最初のバランスを崩さないっていうのに今つながってはくるんですけども、その3つですかね、頭をなるべくあんまりこうぶらさないようにしていくっていうのと、連動性、上半身と下半身の連動性、あとはしっかり下半身を使って、ボールを打つっていうことの、まあ、大体3つぐらい意識して、練習ではやってます。あ、なるほど。いや、もう小村プロはもう結構フェデラーぐらいフォームが綺麗っていうふうに言われてるんで、九州のフェデラーと言っても間違いないかなというぐらい、もう練習してても全然ブレないのと、やっぱりリズムがすごい取れているので、下半身からの特にジュニアの頃から意識されてるみたいです。なのでちょっと今からフォアハンド、バックハンドの動画を撮っていくので、ぜひチェックしてみてください。ではどうぞ。はい、ではこちらは実際に小村プロがボールを打っている動画になります。先ほど小村プロ自身がおっしゃってたように、頭があまりぶれず毎回同じようなフォームで打っているところが私は特に感じました。このように動いた中でも毎回セミオープンスタンス、しっかり同じスタンスで打てることを意識しています。スローで実際再生していきますのでチェックしてみてください。はい、では半分のスピードで再生しております。こちらで見てみると、必ずバウンドを打つ直前ですね、しっかり右足にグッと体重を乗っけて、しっかり右足を蹴る、下半身からの連動、先ほど小村プロがおっしゃっていた部分を必ず行えるように自分でも意識されているそうです。なのでやはり手打ちで打っているように見えず、下からグッパン、そうです、下半身から使ってしっかりボールを打っているように見れます。皆さんもこの辺を意識して打ってみると、手打ちではなく必ず下半身を使った力のあるスイングができるのではないでしょうか。ぜひ真似してみてください。はい、ではいかがでしたか？小村プロのストロークを今乗せていきました。やっぱりぶれないのと、やっぱ下半身から連動しているのが分かったかと思います。なので、やっぱりプロの選手の方とかってやっぱ体崩れちゃうとボールが多分甘く
なるので、まあ、そこをしっかりすごい意識されてるのかなっていうのがやっぱり受け手として、まあ、すごいボール受けてすごいきつかったんでそれを感じました。やっぱり練習してみてどうでした？やっぱりまあ今日ちょっと風が、強いんですけど、やっぱこういう試合でももちろん風が強い日なんかは、あると思うんで、やっぱりバランスを崩してしまうと 今言ったように、ボールが思ったところに飛ばなかったりとか、まあ、自分からやっぱりミスを、増やしてしまうことになるので、まあ、それをやっぱ意識して練習していくと、まあ、自分自身でも今練習をしてみてやっぱり安定感が少し増してきたりというか、まあ、それを磨いてるっていう感じなんですけど、まあ、それも皆さんぜひ意識してやっていただけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、で今回は九州のフェデラーこと小村プロだったんですけれども、今度はボレーの動画も載せていきたいと思いますので、また見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。